はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、エバーグリーンの松本です。本日はですね、小学校4年生の算数の、概数ね、およその数ですかね、概数の単元のちょうど一番最初に勉強すること、四捨五入についてですね、解説をしていきたいと思います。少しでもね、苦手が克服してもらえるように頑張ってお話しますので、よろしければ見てください、聞いてください。はい、それではですね、まずこの四捨五入をするっていう操作をする時っていうのは、大切なこと、まず一つ目、これです。四捨五入する位、位には数字があるので、数字、それに注目をするってことです。もっと分かりやすく言うと、どの位を四捨五入するか、どの数字を四捨五入するかってことを、こういった問題を見た時にですね、まずは注目するんです。そこに注目をしてやっていきます。はい、でですね、じゃあ丸一番ですね、7652で100の位までの概数にしなさいという指示ですね。だからどういう指示をされてるかってことをまず考えるんですね。で、100の位までの概数なので、ここまでですね、ちょっとここに線引きますね。そしたら、5は切り上げなので、ここが、でこう上がるんですね、 7なので、答えは 7700 というふうになります。で、2番ね、これ2番それぞれですね、この聞き方のバリエーションというのはいくつかに限られるので、全ての、テストとかに出る、バリエーション全部出しました。これ100の位までの概数ということ、こちらは上から2桁の概数にしなさいという指示です。なので、上から2桁なので線を引きます、ね、そしたら、ここを概数、四捨五入するんです。4を四捨五入します。そしたら、4は切り捨てなので、これが全部なくなるんですね。で、あとは3つとも0に変身をします、ね、で、次3番いきます。479、ね、479というのは、今度はですね、次の指示の仕方が10の位を四捨五入しなさいと、ね、10の位を四捨五入というもろに、もう四捨五入する位をもう明確に指示してるんですね。この場合は10の位を四捨五入なので、ここに線を引いて、で、7は切り上げなので、こう消えるけども、これも5に変わるわけです。そしたら500と、ね、はい、そしたら4番いきますよ。そしたら4番は、100の位を四捨五入しなさいと、100の位、1、10、100、ここですよね。だからここに線引きましょうか、ね、そしたら2っていうのは、切り捨てなので、こういうふうに切り捨てられて0、0、0というふうになります。はい、で、この操作っていうのはちょっとね、訓練が必要だと思います。はい、四捨五入の練習をちょっと反復してトレーニングすればできるようになるんじゃないかなと思いますので、頑張ってみてください。そしてもう一つ大事なこと、一つ目の大事なことは、四捨五入する位に注目する、ね、どの位、どの数字を四捨五入するかっていうことが大事でした、ね、なので今やったところで言うと、ここもやってますけどね、ここっていうふうに、どの位、どの数、ね、この場合だったら2を四捨五入するわけですね。そういうふうにどこに注目するかってこと。で、2つ目大事なことは、四捨五入する位、ね、ここから四捨五入するじゃないですか、2からの場合はですね、必ず四捨五入した位から右側、四捨五入した位よりも下の位っていうのは全部0になります、ね、0になります。ここから四捨五入をしたので、下の3桁は必ず0になります。ここから四捨五入をしたので0、10の位から四捨五入をしたので10の位と1の位は0、ね、必ず四捨五入をした位から右、四捨五入をした位から下の位は必ず全部0になります。この法則ね、一つ目のこれと今、ね、お伝えした二つ目の法則、これをね、頭に入れてやってください。
ね、何かとですね概念理解が苦手な場合はこういうふうに言葉で明確にまず問題を見た時に何をするか何を考えるかっていうまず初め の, やる手段というか、ね、何をやるかっていうのを明確に教えてあげるってことが大切だと思います。はい、じゃあ、はい、また概数の続きもねまた必ず切り捨てるとかね必ず切り上げるとかいろんな問題があったりしますのでまたお話できればなと思います。少しでも役に立つと、幸いでございます。本日もありがとうございました。エバーグリーンの松本でした。